吉田さん「フィアデルフェア・エクスペリメント」っていうね昔の映画があったんですよまあ大ヒットをしたってわけではないんで B 級映画の部類に入るかもしれませんよねまあ内容に関しましてはちょっと割愛しますけどもまあマイケル・パレっていう方がね、えー、俳優として主役を張ってるんですけどもまあマイケル・パレさんはねまあ有名ではあるんですけどもこの作品自体はパート2まで作られたんですがあんまり有名じゃないんですよパート2はね マイケル・パレさんが降りて別の方が代役やってるんですよね、なぜかね。さあ、これで何が言いたいかってことなんですけども、今紹介したフィアデルエ・エクスペリメントっていう映画は30年前の映画なんですよ。で、当時、えー、金曜ロードショーかなんかで、えーまあ、公開されていて、私がたまたまそれを見たんですよね。ほんとたまたまです。で、たまたま見た後、VHS のビデオにはなったんですけども、再放送もなく、雑誌に取り上げられることもなく、細々と私の記憶の中に残っていたんですけども、 レンタル CDDVD レンタルビデオああいうのが始まった時にレンタルで借りて私ね見てみたんですよその時は確か高校生か大学生ぐらいだったんで初めて見た時から考えても十数年経っていたんですけどもあやっぱ面白いなと思いましたねでそれから再放送は特になかったんですがまあ DVD が出たりインターネットで公開されたりっていうのを度々見たんですよここの度、これつい先週 届いたんですよ。3,500円でメルカリで買ったんですけども、やっぱり出物が少ないんで、あんまり価格がね、落ちてないんですよね。ま頭見ました。また。何が言いたいかっていうと、いや、面白い映画って見るでしょう、何回も何回も。見ていたのに。何回見るも見るでしょう。ね。で、自分の好きな車って何回でも乗りますよね。特に目的もなくて。で、金稼ぎも一緒じゃないですか。なんかなんでね、もう十分お金があがるのに、 金稼ぐんですかって質問はもう何十回も何年にもわたって見てるのになんでまた見るんですかいや車別に目的地に行くもんでしょと目的地に行ったんだったらもしは目的地がなくなったんだったら乗らなくてもいいじゃないって話になるけどもいや好きだからね乗っちゃうんだよね好きだからね見ちゃうんだよね好きだからね稼いじゃうんだよね考えちゃうんだよねビジネスのことみたいな感じじゃないですかね。うんまあ、そこににはすでに 何でもお金がそんなにあるのにやるんですかって質問は、本当にお金がない人の発想なんですよね。お金ができてきても本当に好きだから、銭金関係なくやりますよってことはなんじゃないかなと思うんですけどね。どんなもんですかね。うん、か本当にパチンコが好きな人ってパチンコ屋に行かなくても、ゲームセンターのパチンコ台とか台をそもそも買ってきてですね、で家でずっとぐるぐる回してやってるみたいな、そんな少数派に入るんじゃないかなと思うんですよ。 だから欲得とかじゃなくってもうその行動自体がモチベーションみたいなとこじゃないかなと思うんですけどいかがでしょうか